人生限られてないんですか。今後は福田さん、正弘さんはどうするんですか。将来の夢じゃないですけど、うん、やっぱりサポーターも含め、僕もね、正直福田さんにはやっぱりレッツで仕事をしてほしいって思うんですけど、うん、まあ、いろいろ話は聞いてるけど、うん、福さんとかも絶対監督になってほしいと思うんだけど、監督は嫌だね、めんどくさい。もう今監督じゃない、監督じゃないっていうか、俺ちょっとコーチで3年戻ったけど、うん、プロの選手の指導ってのはあんま好きじゃないなって感じ、うん、なんでかっていうと、めんどくさい、うん、純粋にサッカーのことじゃないし、でみんなが思ってるように監督っていうのは実は一番上じゃないってこと、中間管理職だから、うん、これね、みんな部活動の感じがあってね、監督が一番上だと思うんだよ。でもプロの場合はがっつり中間管理職なんで、能力がないとなかなかできない、ぶつかって終わってしまったり、俺どっちかってそういうタイプだから、うん、ぶつかっちゃうとさ、うまくいかないじゃん、うん、だからそう、監督ってやっぱそういう面倒くささがあるし、はい、選手も大したことないのにさ、一流化もするじゃん最近のやつだね。昔もだ、昔俺もそうだったけど、めんどくさいっていうのは確かに分かる。一流はさ、そういう風にならないんだよ、うん、横一線でなんてないしさ、特別扱いしなきゃいけないわけよ、うん、なんでこいつに特別扱いしなきゃいけないんだっていうのいるわけだよ、うん、しょうがないだろ、それチームの中でそういう立ち位置になっちゃうから、うん、あんまそういうのはあんまだから好きじゃないし、うん、今子供たちサッカーをね、伝える仕事してるんだけど、自分がこんなものができてたらもっといい選手になってるのになるっていうのをたくさん感じてるわけだよ。なんかそんなものを伝えられたら子供たちの夢っていうのは少し叶うのかななんて思いながら、うん、学校行ってそういう話をしたりとか、現場でそういう話したり、だって子供って吸収力あるしさ、うん、それで果たしてどんな影響があるか分かんないけど、なんかその自分が失敗してきたとか、うまくいかなかったこととかさ、こんなことに気がついてたらもっといい選手になってたし、もっと違う人生があったと思うし、なんかもっと自分が違う世界が見れたらなって思うことが多々あるんだ今。だそんなものはやっぱり子供たち気がついてもらいたいなと思ってさ、魅力なりにもいろんなところでそういうところでやる方が自分には向いてるのかなっていう思って、うん、でもじゃあ例えば新しくチーム立ち上げます、福田さんちょっと一緒にやりましょうっていうとこだったらどう。だからその立ち上げるクラブが今ざっくり言って地域によっていろんな環境が違うわけだな、うん、いろんな問題抱えてる、どのクラブも全てが整ってるわけじゃなくていろんな問題があるから、だその問題がどういう問題かって話だな、スポンサーさんの顔色を伺わなきゃいけないのか、そこも嫌だったね、そういう面倒くさいことが嫌だった、なるほど、変わったなもうそんなことでは力つかない人生限られてるんですよ、迷惑せる、それパワー使いそうない、そんなことで戦わねえもう戦う必要ないじゃろっていう、どっかただただ思うまあ水内の知り合いでもあるし俺の知り合いでもあるしさ、去年いろいろ問題があってさ、大変なことがあった人がいるじゃない、はいはい、で世の中も今そうなんだけど、俺は日本ってやっぱセカンドチャンスがないと思ってんだよ、うん、一度失敗した人に対してレッテルを貼って、はい、こいつはもうダメだと、セカンドチャンスが基本的にない、はい、一度過ちを犯してさ、そこで制裁を受けしたら次またチャンスが来るっていう世の中にやっぱ俺はしていくべきだと思ってんだよ、はい、うん、それはなぜかというとスポーツって何かしたらペナルティー課されるよね、だけどその後ペナルティー課したらまたチャラでできるでしょ、うん、スポーツってそうだよね、スポーツから俺はぜひともそれを発信してもらいたいんだよ、うん、そういう世の中だってこと、なんでセカンドチャンスが日本にないか、カップ戦だから、リーグ戦とカップ戦の違いがある、文化が負けたら終わっちゃうんだよ、うん、セカンドチャンスないんだよ、リーグ戦の感覚っていうのは必ずチャンスがあるんだよ、それは日本にはあんまないって、日本にないんだよスポーツの文化に、全部そうなんだよ、もう負けたら終わりっていう、そうするとうまくいかなかったと次に生かすチャンスがないんだよ、もうセカンドチャンスのない仕組みができちゃってるんだよスポーツの中に、だから小さい時からサッカーはリーグ戦にするべきなんだよ、カップ戦もあっていいよ、だって負けたら終わっちゃうんだもん、全てがセカンドチャンスないよね、だからぜひともその仕組みを変えるにはその制度を変えていかないと、セカンドチャンスの考え方がないから成長できないんだよ、ここはでもすごく感じた、一回失敗したら終わっちゃうのよカップ戦は、それはそれの良さある、だけど本当に人の成長ってうまくいかなかったところから何かを学んでそこで次成長していくっていうのが成長でしょ、それはリーグ戦だよね、勝っても負けても次があるわけだ、それは指導者も成長できるよね、選手も成長できるよね、それはセカンドチャンスだよね、次のチャンスだよね、チャンスが次から次に来るわけだよね、日本にはそのセカンドチャンスをする仕組みがないから、ぜひとも小さい時からリーグ戦と、もし休みを言うならシーズン制をちゃんと作るべきだよ、
夏休みはやらないとかね、ちゃんと休んで、オフのチーズを作って、でそこから体を作るようになってシーズンに入っていくっていう仕組みを作って、プロで入ってきて休みがないよねっていう論争は俺分かる。それもチェアマンしかないじゃないですか、サッカークラブの会長しか。やだよ、余計な人間だから同級生カズさんまでやってるわけじゃないですか。カズはすごい。福さん、カズさんを知ったらいつなんですか。高校時代知らないでしょ。高校時代知らない。なんかブラジルに留学してるってのは知ってるけど、帰ってきてからがね、カズのことがだいぶ分かったから。どうすか、あれ。俺は高校帰ってきたのに、高校生で俺シザースなんて言葉も知らなかったし、俺もそうですよ。あんなまたぐフェイントなんて知らなかった。そういうことです、僕もそうです。ああいうのあんだな、あれでフェイントになるのかなってずっと思ってたですよね。俺だけど子供たちに言ってるのは、テクニックとスキルっていうか、ね、はいはい、みんな結構ごちゃごちゃにしてるわけですよ。スキルアップのためにこれやるっていう、はいはい、スキルアップっていう、ね、これテクニックとスキルはもう全然違うもので、テクニックっていうのは要は正確にボールを止めますよ、自分の思ったところにこう正確にこういうボールで蹴りますよ、はい、これ技術だよ、テクニック、はい、でスキルは何かって言ったら、そのテクニックをいつどういう状況にやるかっていうの、うん、いわゆる判断のところ、いわゆる実践的な、実践で一番役に立つのはいっぱいスキルだよね。でもそれテクニックがないとスキルにいかないんだけど、それをみんなごちゃごちゃにしてるわけだ。当然止めて蹴る運ぶっていうことが重要だって言ってる、これテクニックだよね。でもそれをいつどういう時にやるかってことだね、うん、外から見てて、うわそこドリブル行っちゃう、でそこシュート打つ、そこパス打っちゃうっていうのはこれ判断ミスだ。これスキルがない、テクニックがない。じゃあスキルをアップするのはどういうことが必要なのかって言ったら、見なきゃいけない、状況をたくさん見とかないと判断する材料がないから、見るっていうのは基本なんだよ。見れないでスキルをアップしない、見るためにどうするのって言ったら、止める足の方向とか体の向きとか、それが重要なんです。ボールをもらう前にいろんなもの見とくと、それがなかったらスキルなんかアップしないから、見るができなかったらスキルをアップしないから、なぜかというと情報が入ってこない、はいはい、だから俺がやってるのは全部それのドリル。ドリルって言ってもドリルって言うとブルルルってですね、そのドリルなんだけど、みんなドリルトレーニングって言うと、はい、なんか同じような相手がいなくてとかこうやって言うじゃん、うん、そのドリルじゃなくて、それを身につけるために相手ゴールボールがあるトレーニングがほとんどなんだけど、要はゲーム形式、それでそれを身につけさせるためにやってる、うん、狙いは全部それを身につけさせるためのトレーニング、そのためにどういうオーガナイズでどういう、まあ、セッティングでゲームをさせてるか、いろんなゲームをやらせるんだけど、そういうのでこう身につけさせるようにやらせてるけど、よくゴール前で落ち着いてシュート打てっていうぐらい、はいはい、なフリーだったらゆっくりでいいよね、うん、止めてゆっくり蹴っていいよね、相手がいたらこれはワンタッチで打たなきゃいけないっていうのがあるよね、相手がいないのに慌てて打つっていうのは周りが見えてない、そう、スキルがない、それを落ち着いてやれっていう、いやいやスキルがないだから周りを見れてない、技術が足りない、落ち着いてできるんだったら誰でもできますよ、うん、スキルがないだけだ、それをすぐメンタルの話を持ってくる、それが良くないこと、全部技術だ、自信持って戦えていくよね、技術がなかったら自信持てねえよ、スキルがなかったら自信持てねえよ、だからどういうトレーニングをした方がいいかって言ったら、必ずボールとゴールと相手のいるトレーニングをしなさいって、なぜかっていうと体の向きっていうのはゴールの方向に向かっての体の向き、こっちに攻めるのにこうやってキープしたらボール取られないね、必ず相手のゴールが追い込まれる、ゴールと相手とボールと味方がいないトレーニングをしちゃいけない、体の向きをつけるよ、いつもゴールを考えてフィニッシュを考えてプレーの選択をする、だそれを子供たちに伝えたくて俺はやってんだけど、ただそれが伝わるかは分からない、まあ、でもそんな週1回でやってそんな思いを持って子供たちに接してる、我々のできること、今気がついたことを小さい子供たちに伝えてあげる、そうです、早く気がつかせてあげるっていうのは、俺たちが経験してきたことを早めに教えてあげられる、そういうこと、そういうこと、それがなんか早めの気づきってやっぱ重要じゃん、はい、俺なんかまだ気がついてないことたくさんあるけどさもっと若い時に現役の時にこんな気がついてたらなって思うことたくさんあるさ、なんかそんなことにねちょっとでもこう気がついてくれたらなって思うじゃん、なんかそういうのがスポーツの良さかなって思うから、それはそれこそと思うんだよね、自分の経験を生かせるじゃん、スポーツって分かりやすいしさ、なんかそんなのがいいかなと思ってたけどさ、じゃあオリンピックもありますから頑張ってもらいたいね、ね、結果出してもらいたいな、ね、なんかね、そしたらでもあの国立でサッカーしたくないですか、俺はもう旧国立でいいや名刺名刺、まあもう僕もそうですけど、もうあそこでの思い出しかないわ、もうそれ以上の思い出は作れない
成して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、シュートだろ。